なあマスター。お、名探偵の登場だな。確かに錦鯉めっちゃ似てる。ターボ、どうしたの？マスターに呼び出されたんだよ。探偵だから推理は得意だろうって。お、参加する？参加費は1人1万円だ。見事マリネーの仕事を当てたやつが総取りな。1人1万ってことは勝てば4万の儲けか。どうするかな。なんかノリが悪いわね。ターボーが参加してくれるなら面白くなるんだけど。よし、それじゃあ私は5万かける。誰にも当てられないってこと。じゃあ風俗嬢。え？5万ってことは勝てば9万の儲け。面白くなってきたね。ちょ、ダメだね。でもPC 再起してくれ、これ。面白くなってきたね。なんかパソコンが大姫あげてるわ、ね。どうターボ、勝てば人儲けできるよ。やってみない？やらない。いや、俺はいいかな。なんだ、やっぱり自信がないのね。がっかりだな。別に自信がないってわけじゃないけど、だったらこの賭け参加してみる。死ねえっつってんだろうが。パソコン再起動してくるときくっ飛ばすわ、てめえ、クソ女こら。マリネにそこまでされちゃったら、よし、取った。そう来なくっちゃね。ふ、それじゃあ私の職業当ててみてよ。当てられるもんならね。じゃあ、ピンサロ嬢。存分に観察してか、ピンサロ嬢だっつってんだろ。顔でわかる。俺ピンサロ嬢だ。よし、マリネをよく観察して、職業の、彼女の職業を推理してみよう。まあ、手見んだよ。で、手が消毒液で荒れてるから、もうピンサロ嬢だ、お前は。これは、なんだ。安物の生地じゃないな。デザインも凝ってる。高級ブランドが。毎回仕事帰りに着替えてくるのも手間だ。それに仕事に行くような服装でもない。だとしたら、自由業だろうか。ピンサロ嬢、ピンサロ嬢だって言ってんじゃん。ずいぶんと明るい色だ。少なくともお堅い職場じゃないだろうな。安物の生地じゃない。ネイルとか見るわけよ。外見から職業を推理するって、これなんか変な団体に怒られそう。どこだ。ネックレス、豪華な宝石をあしらったネックレス。かなりお高そうな代物だな。自分で買ったなら生地に余裕が、生活に余裕がありそうだ。それとも男にもらったのか。だが毎日一人で飲みに来てるくらいだ。特定の男はいない可能性が高い。いや、そもそも結婚してる可能性はないか。もっと詳細にマリネを観察して結婚歴を推測してみよう。左手の薬指を見させろ。なんだ。お、指輪をしていない。つけていた跡もない。つまり結婚はしていないと推測できる。よし、これは有力な情報だ。それとマニキュアをつけてる。つまりマニキュアをつけていても問題のない職業である可能性が。ピンサロ嬢だっつってんだろうがよ。なんで言わないの。明るい髪の色やマニキュアから推測するにお堅い職業じゃない。指輪がないことから結婚はしていないと推測可能だ。装飾品や服を見るとお金には困ってなさそう。それと毎晩飲みに来てるってことは時間を作りやすい仕事をしてるんじゃないのか。 YouTuber だ。え、まあさすが探偵さん、すんごいわね。じゃあここまでは当たってるってこと。ふ、どうかな。それを言ったらフェアじゃないでしょ。お金に困ってないのは間違いないよ。実は俺見ちゃったんだけど、マリネこの前ブラックカードで支払いしてたよね。ああ、そういやそうだったな。ん？え？それって相当もらってないと作らせてもらえないもんだろう。ブラックカードっていくらからつけるんだろうね。そんなにリッチだったの？つまりかなりの高級取りで、時間を自由に作れる仕事ってことか。だとするとマリネの職業は、ピンサロ嬢だろ。女優は絶対ない。作家じゃない、愛人。金が自由に使えるってことはどっかの社長さんの愛人じゃないか。毎晩一人で飲みに来てるってことは相手が忙しすぎて構ってもらえないからだ。ちょっと何それ。なんだか随分と変化球できたわね。それかピンサロ嬢だ。ま、わからんでもない。じゃあタボは愛人にかけるわけだな。そうするよ。それじゃあターボ以外の人たちは何にかけるの。税理士、ないな。専門学校の学園長、ない。デイトレーダー。私は不動産、この中だったら愛人が一番高そうで、マリネ答え合わせは。残念、全員外れ。
私の勝ちね、賞金はいただくから。うん、くそ、それじゃこの辺で失礼するわね。これから仕事だから。え、仕事今から？うん、うん、と言っても自由業だから行かなくてもいいんだけど。何それじゃねー。で、何の仕事してんのこいつ。結局何者か分からずじまいか。うう、勝負になってないじゃないか。うん、うん、私たち完全敗北ね。結局答えも教えてくれなかったし。なあ多忙、探偵なら尾行ぐらいはお手の物だよな。え、それってまさか。そのまさかさ、マリネを尾行して職業を探って。そこまでしちゃダメじゃない、さすがに。それは反則じゃない。なんか俺それはちょっとキモいわ、やりたくないな。え、マジかよ。お、いいね、見事正体を突き止めてくれたら報酬も払う。え、ちょっと俺それはなんかあんまり乗り気じゃないな。ああ分かったよ、仕事ってことは引き受ける。引き受けるんかい。それちょっとマリネーに失礼じゃないか。お、いたいた。じゃあとりあえずつけてみっか。さ、じゃあマリネーの職場を突き止めますか。あれ、終わった。あの人は。しまった、見つかった。殴れ。マリーヌ、あそこ行けるかなと思ったら全然言えなかった。俺はね、多分だけどマリネーは夜の蝶だと思ってんだよ。どうする、そんなこと言ってさ、児童福祉施設のさ、日夜ボランティアに励むキャリアウーマンなのかもしれない。中へ中へと。あ、スマイルバーガー。え、スマイルバーガーの店員違うな。え、あそこはマリネ。嘘だろ、高級ソープならまあ儲かるかもしれないけど。お、うん、なんでマリネーから。え、あ、変な誤解はしないでね。この店4階に知人がやってる隠れ家的エステがあるの。仕事の前にリフレッシュしようと思ってね。まさか尾行に気づいてたの。うん、つけてくることにかけてたからすぐに分かっちゃった。1枚も2枚も上手だね。まさか尾行に感づかれるとは。マリネ、一体何者なんだよ。だがこの後仕事に行くならチャンスはある。今度こそバレないようにつけてみるか。当然ながらマリネに俺の顔は割れてる。とするとできることは1個しかないよね。よし、これならマリネにも尾行がバレにくくなるはずだ。どんだけマリネーの仕事知りてえのこいつら。余計浮かない。そんなことない。やばすぎだろ。目立ちすぎだろこれ。
なんかでもマリネはさ、普通に硬い仕事してると思うんだよな、実は。どう思う？足速くなってる、やべえ置いてかれる。難易度は上がってるって。目合ってないこれ、ね、マリネと目合ってない。気のせいじゃないよそれ。君の恐れは正しい。ただマリネをストーキングしてる。キモい清掃員になってる。あっ、釣り具屋？え、ここって裏カジノ？ん？あそこは釣り堀？ダボ、そんな格好してもわかるわよ。ターボーでしょ。やっぱりあの音もつけてきてたのね。なんでわかったんだ。ギャンブラーなんだ。やっぱりそう。今回は気づいてなかったんだけど、ハッタリをかけてみたの。今度はハッタリだって。ねえ。それでわかった？これが私の職業。まさか、ギャンブラー？そういうこと。気まぐれに賭けに興じる。ギャンブラー。それがマリネーの正体ってわけ。いやいや、なんか格好つけてますけど、ただの違法カジノで遊んでるゴミじゃないですか。僕そんな人とはもう二度と喋りません。はあ、そうだったのか。